前体重いくつだ。レッグに見えません。オーコンか。体重が分かんねえと目標値の決めようがねえんだよ。あんた部屋見ろ。あれあるんじゃねえ。普段タイムで管理しろ。ほら、あんたこの間タンスより大事なのあれ聞けたじゃん。スッケースに届かない。体重何だって。ガッツリさまよんでんじゃねえか。殴りたい。いつをグルで殴りたい。でギャフンと言わした。人はギャフン。続けるんだね。ケイ先輩は取れないからね。ケイ先輩の分まで。だから私すごい遠くまで飛ぶよ。で、殴ってあいつを琵琶湖に落とす。死ぬ死ぬって言わしたる。いい体してる。流されて生きてきた彼女が出会ったのは。僕らと一緒に飛びませんか。人力飛行の世界。はい、飛べます。私いい体してますもんね。負荷150ワットでしょ。だがしかし、喜ぶのはまだ早いかもだけどね。どうして。パイロット班には酒場さんがいるから。こんなやつで琵琶湖のてっぺん取れると思ってんのかよ。琵琶湖のてっぺんってどこよ。全部ミスだっつーの。女なんかじゃ無理。湖が見えた瞬間手が震えちまって。ケイ先輩はなんで私誘ったんですか。なんかユキナちゃん飛び出そうだったの。私どうしたらいいかな。分かんないけど誰かが漕がなきゃ飛ばなくない。人力飛行機なんだからさ。私のフライトはずっと前から始まってた気がするんです。俺はこいつと飛ぶ。こいつの伸びしろは全部引きずり出す。くそー。お前攻撃しめー。うるさ。2人は琵琶湖の空を飛べるのか。ユキナ飛びます。トリガール。熱血な仲間と空を飛ぶことになっちゃった最高の夏。先輩ペラを回すんですよ。だ分かってるか。ケツやめろ。おいケツやめろお前。